えー、吉田山君の企画、と、え、う、ー、というです、ね、代々木のスペースで開催されておりました、ミッシングさんともとしさんの個展でございます。うんえー、では、こちらね、えー、こちらもですね、ともとしさんのウェブサイトですね、ちょっとね、えー、とうのウェブサイトはまだできてないのかなうん、かなと思いますんで、ともとしさんのウェブサイトを少し見るところから始めたいと思いますね。えー、こういうのですね。 えー、これね、日本のね、これ日本のこの丸いのがあるんですね。ミッシングさんですから、日本の国旗のことです。あのオリンピック関連ですよ、これ完全にね。あ、これ、過去書いてあるんですね。芸,芸術競技2021って書いてあるんですね。芸術競技っていうのが、えー、と中島春哉くんとかと一緒に、友達さんが一緒にやってたんですよ、天井。フレッシュっていう場所があったんですね。この吉田山くんがやってた前の場所ですね。えっ、ー、と、あれは何ていう場所にって言えばいいのか分かんないけど、まあ、原宿の辺でやってて、<laughs> その場所で展示してたんで、それの続きみたいな感じですね。でね、これね、えー、早速これ見れば分かるんですけど、これね、ポールみたいなのあるでしょ、ポール。で、ここになんか白いのこうなんかあるでしょこれね、実は旗なんですよ。で、街中にですね、こういうね、旗を掲げるポールってめちゃくちゃいっぱいあるらしいのよ。実は。ね。その旗に、勝手に真っ白い旗を掲げるっていうミッシングさんなんです。じゃあ、じゃあね、何がミッシングなのかっていうことなんだけど、えっ、ー、とね、これね、 まあいいもともとさんちょっと見せちゃうよこれ、うん、これあんまり細かく見ないでね細かくでこれちょっとえー、っとねあこの辺をこういうふうに消しとくかこの辺をこういうふうに消しとくかこうしとけばいいかはいねえー、っとね遺失物届出してるんですよ、ね、でこれともとしともとしゆうきさんっていうんですねともとしさんってねでね何をなくしたかってね一番下に書いてあるんだけど布赤い丸い布 えー、直径6 0ンチ程度っていうふうに書いてあるのね。これ落としましたっていう遺失届を、物質届を代々木の、代々木駅の目の前に交番あるでしょし出たところに交番あるの、あるんですよ、ね。そこに出すわけ。で、これ塔ですね、場所がね。これ塔の場所なんですけどね。あれこれなんだあ、これ入り口か。まあ入り口を上がって、これすっげえ入り口わかりにくいんで、皆さんこれ覚えておいてください。あの、1階にすぐにですね、入ったら右手にですね、これありますから。 こういうのがありますから。ねこ,ここ、ここから入れます。これみんなね、初めて行く人、全員迷うんですよ。ね、はいでここ。ここですね。これ自販機じゃないですからね。はい。で、出物届があって、で、中にはこういうええー、っと、映像が真ん中に映ってあるんですよね。ね。で、えっ、ー、と、旗がこういうふうにです大きい、小さいのからだんだん大きくなっていくんですね。で、ここですね。ピョーンとこれありますね、これ。 これ、ポールがありますね。ポールにですね、ここですね、旗掲げてますね。どこのポールか。ね。これ、代々木駅の、その、あの、出物統計を出した交番の真裏、真裏にポールがあるのよ。まさに。そのポールにマジでかけてるの。で、これをちっちゃいものからだんだん大きいものにしていくの。で、実際、展示これ3日間しかなかったんですけど、その3日間の間はずっとその旗は旗めいていました。誰にも気づかれず。で、この、このね、 あそうそうそう。それをね、夜とかね。まあ、昼間とかにもやるんですよ。ね。これ,これがね、ここ。これがね、交番。で、これがポール。真横ですよ。てか、裏っていうかな。ね。にやるんですよ。ほら、ここ。これがポールね。これ交番ね。これ、しましが曲がる交番ね。ね。あ、でね、これはね、ちょっと違う作品ね。これはね、ここにね、あの、 花あの草が生えてるでしょこれね、だんだんね、勝手にね、植え替えながらね、おだんだん大きいのに植え替えていくっていう作品。こう水かけてくれてるんだけど、こいつが大きくなってるわけじゃなくて、植え替えてるのね。いくのね、勝手にね。うん、まあまあ、これもう一回戻りました。これはね、友しさんがこうあの掲げてると,ところの場面ですね。はい。で、これが、えー、とここが、これ、泳ぎ木ですね。ここが、えっ、ー、と、交番。で、 これですね。これ先が丸いんですけどね、ここは。先が丸いんですけどね。これがね、要するにポールなんですよ。で、ここにこうか,かけるのね。あ、これ、あ、これ白はたはたい旗、旗めてますね、ここで。ちょっと、あの、消えてますけど。これもまあ夜やってるんですね。あのね、ものすごい普通にあるんですよ。ここ代々木駅ね。交番ね。 あここに旗がありますね。ここにね。ここに旗がありますね。で、ミッシングさんと。まあ、そういう作品ですね。はい。で、これはあのさっきのやつですね。植え替えてるところ。夜ね。夜ひっそり植え替えてるわけですね。自分で。あホですよね。で、これね、本当にいろんなとこ。これ銀座ですね。これ銀座。銀座にもポールがあるらしいんですよ。で、これ真っ白なのこう、立てるわけね。 でこう向こうにね、ちょうどね、立ってますね。これ、えー、っと、これが、あ、違う違う、これ三越か。えー、っと、ここなんだっけ。あ、あー、日本橋か、これ。え日本橋の三越かなうんですね。はいはいはい。で、ここに立ててるんですね、こういうふうに。 ねこれもいいですよね。これね、奥にね、あの、えっ、ー、と、スカイツリーがあるのね。うん、で、こういう、これね、かなりあるみたいですね、このポールって。で、やっぱり、あの、1964年にできてるみたい。ね。うん。まあ、いろんなところでもやってるし、まあ、今回は代々木でやったっていう話でしたね。はい。ああ、でも、まあ、本当に実際にありましたよっていう写真を僕一応撮っときました。ね。まあ、その後、ちょっと飲んだりもしましたよ、みたいな感じで。はい。 えー、まあ、こういう作品でしたね。はい。え、ねえー、3日だけの作品だったんですけど、ね、なかなかね、えー、大変刺激的なね、えー、作品を見ることができました。えー、ということでね、吉田山くんの企画、友、え、利、ー、さんの個展ですね、ミッシング3芸術競技2021、えー、等で行われておりました展示を紹介いたしました。ありがとうございました。えー、皆さんね、ぜひね、えー、いいね、およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。